2006年のパイクスピークに出場した鈴木、グランドビターラ・パイクスピーク、インターナショナルヒルクライムとは、アメリカ、コロラド州、パイクスピークで、毎年アメリカ独立記念日前後に行われる、自動車とモーターサイクルのヒルクライムである。別名、雲へ向かうレースとして知られる。初開催は1916年で、アメリカでは、インディ500に次ぐ歴史を持つモータースポーツの、 大会であり、2016年には100周年、記念大会として様々なセレモニーが閉催された。一般的な技法では、パイクスピークとなるが、日本のモータージャーナリズム他では、パイクスピークと書く、習いのため、当記事も校舎に習う。コース中腹に向かう前半舗装区間、レースは、ラリーアメリカを運営するスカの公認である。1916年に、 1> 第1回が開催され、毎年7月4日の独立記念日前後に決勝が行われる。毎年大体平均して150のチームが競い合う。2012年のエントリー台数は182台だった。舞台となるパイクスピークはロッキー山脈の東端コロラドスプリングスの西 16km に位置する山である。標高は4 3 0 1ルに達し、 アメリカ合衆国の天然記念物に指定されている。1806年に探検家のゼブロン・パイクによって紹介されたために、パイク、エスピークと名付けられた。頂上の座標は、北緯38度50分26.6172秒、整形105度2分34.0692秒。 三十38.840727000度整形105.042797000度38.840727000-105.042797000 10レースは標高2862メートル地点をスタート地点とし頂上までの標高さ四百439メートルを一気に駆け上がるトップセクションは 富士山の標高より高い場所を走行する。距離は 19.99km、コーナーの数は156、平均勾配は7%である。当時コースの大部分はグラベルだったが、2011年にトップセクションが完全なターマックになり、2012年には全コースがターマックとなった。山肌を走るコースにはガードレールがない部分が多く、 一つハンドルを切り損ねれば600メートルの急斜面を滑落するという危険が伴う。また、スタート地点とゴール地点で大きく標高が異なるため、気圧、気温、天候といった自然条件が大きく変化する。実際、スタート地点では晴れているのに、頂上付近では雪や氷が降ることがある。過去にゴール地点の標高を下げて開催されたこともあった。マシンセッティングも 気迫になっていく、酸素濃度や急激な気圧の変化に対応して、過剰とも思える出力を発揮する、エンジンチューン、特殊なキャブレーション、低い気圧でも有効なダウンフォースを得るための巨大なエアロパーツ、エンジンブレーキの冷却系の強化が施される。2010年代からは、酸素濃度に関係なく安定した出力を発揮でき、瞬時に最大トルクを発生させることができる、 電気自動車の存在がクローズアップされていき、2015年には総合優勝を果たし、さらに2018年にはコースレコードも充実している。こういった気圧変化や酸素濃度減少による負荷は当然、ドライバーやライダーにもかかるため、ライバルとの争いというよりは、むしろ頂上へ向かうにつれて刻々と変化する自然との戦いといった意味合いの強いレースである。 レーススケジュールは1週間あり、月曜日に開催されるドライバーたちの親睦を深めるゴルフコンペから始まり、火曜日から木曜日までの3日間が予備予選となる。各クラスコースを3分割してのエリアごとのタイム計測。その合計タイムで規定大数枠の古い落としが行われ、金曜日の予選へ駒を進められる。予選はスタート順決定のためのタイム計測となり、 日曜日にコースを通した決勝が行われる。2010年時点でのスケジュールは火曜日に車検。水、木、金曜日の早朝にコースを3分割した練習走行を行い、ボトムセクションのタイムで出走順が決められる。また、金曜日の夕方にダウンタウンでファンフェスタがある。土曜日は休息日。日曜日に決勝が行われる。 1947年から1955年と1965年から1969年は全米選手権の年間シリーズに組み込まれていた。また1959年大会のみヨーロッパヒルクライム選手権の年間シリーズに組み込まれていた。2012年現在下記のクラスに分かれている。この他にも様々な新しいクラスが自流によって付け加えられたり解明。 および廃止されている。最も,も歴史があるのは1916年の第1回から続くオープンホイールクラスで過去の優勝者には、カイ一カート王者のマリオ・アンドレッティも名を連ねる。1994年総合優勝、ロットミレンのトヨタ・セリカ。2.1リットルターボで850馬力を発生。この時のタイムは2007年に、田島が破るまで。 コースレコードとして保持された。2013年総合優勝。セバスチャン・ローブ・ノップ・ジョー208。3.2リットルノ v6 ツインターボで875馬力を発生。全舗装後最初の優勝マシンでコースレコードを受立した公式のパンフレットには、各クラスごとの歴代のコースレコードが記載されている。日本勢のコースレコード田島信弘が操る。 鈴木 XL7 パイクスピーク、使用世界ラリー選手権に参戦していた選手の参戦も、WRC ファン層から見れば、話題性があり、成績の目安ともなっている。2009年フォードワークスが、アンドレアス・エリクソンとマーカス・グロンホルムと共に、アンリミテッドクラスにフォードフォーカス、WRC ベースのエンジンを搭載した、フォードフィエスタラリークロスで出場。結果はクラッシュと、 オーバーヒートに悩まされ、エリクソンは、リタイア、クローンホルムは11分28秒963と振るわなかった。バルターロールが買ったアウディスポーツクアトロ S1、パイクスピーク使用を1980年代中盤、WRC において、グループ B 車両による死亡事故が相次いだこともあり、当時国際的なモータースポーツ競技全般を干渉していた。 国際自動車スポーツ連盟は1986年シーズンをもってグループ B を消滅させメインストリームを安全性の高いグループ A 車両による戦いとすることを発表した。これにより WRC 参戦が不可能となったグループ B 車両が本大会のオープンラリークラスへ転用された。ミシェル・ムートンが勝ったスポーツクアトロ S1 アウディは1985年より バルターロール、ミッシェル・ムートンといった WRC の常連勢が、カル・アウディスポーツ・クアトロエス1のパイクスピーク仕様を投入し、1985年は、ミッシェル・ムートンが11分25秒39。1987年は、バルターロールが10分47秒85を記録し、当時の最高記録を塗り替えた。アリバ・タネンがドライブした、プジョー 405T16 グレーン。 パイクスピーク史を続いて、プジョーも1987年から1989年にオープンラリークラスに参戦した。マシンは1987年はパリダカルラリーにも転用していたプジョー205ターボ16、ドライバーはアリバタネンとシェカーメッタであった。1988年には 405T16、グレーンを投入10分47秒22を記録し、 前年のロールの記録を更新した。この時の映像を使ったドキュメンタリー上とフィルム作品、クライムダンスがヨーロッパで発表され、この大会の知名度向上に貢献した。その後の2000年代にもプライベーターの手により時より姿を見せ、年代を超えた走りを見ることができた。ランチアは、ランチアデルタ S4 ニウイング拡大化などのモディファイを施し参戦したが、 成績は振るわなかった。2004年には WRC で予定されながら、グループ B 消滅とともに、立ち消えとなったカテゴリーであるグループ S 用マシンの、フォード RS200E が、プライベートチームであるマッハニレーシングチームから、かつての RS200 ワークスドライバーのスティング、ブロンクビストのドライブで出場し、優勝した。このマシンは2009年にも改良を加えられ、アンリミテッドクラスに出場した。 ありがとうございます。